あらあら、ちょっと読売しおり、よろしくね。ほんとに後輩くんが言ってた通りの美人さんだね。かわいいね、かわいいね。どこの飲み屋の親父ですか。私がレイトショーに一緒に。綾瀬さんは勉強があるんですよ。いや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 、後輩くん、業務中に無駄話している暇はないの。ないの。私たちは一刻も早くこの迷えるお客様を導かなくちゃ。というわけで、後輩くんの妹さん、あなたの探している本だけど、先です。綾瀬先です。浅村先でも構いませんけど、区別がつかないでしょうから。名前で呼んでください。うん、うん、じゃあ、さきちゃんって呼ばせてもらうね。